比べ、こんないっぱい出てきるんだ、あれ。知らなかった。まあ、だ硬いね。もうできるの？切るの。硬いけど。まだ氷いっぱい生えてる。これで切るの結構？何を？これで結構、もう切るの大丈夫。お父さんの包丁切れるから。これゴミ？どれ？これ。ゴミじゃない。これはこういうふうに、こういうふうに使う包丁なの。でゴミのあれはな、これ筋式っつって筋を取るの。油取る。ファッチ。生のやり方と違うだろ。違う。そんなに油いっぱい取れるんだ。で、ゴミ！うわー、ガーベージ。で、あとでまた切れなくなっちゃうよ。で、包丁の使い方は、触り方は？何？これか。何を？包丁の。これ、早いの方がいいの？ゆっくり。ゆっくり？あ、これ、あれ食べられるかもしれない、さすが。な大変だね、切る人。やっぱりこんな簡単じゃないね。もう切れなくなっちゃったやん。これバラした人下手。これの？これはこのままで大丈夫だけど、これ間違えてた。間違えてた。フォーク。チキンポークステーキ。いやー、よかった、落とすに切れた。何を？お父さんが切っちゃった。よかった。なんか全然簡単みたいな感じ切ってる。簡単なの。全然力。力入ってるよ。こう痛いもん。本当？ほら。見て。ほら。本当だ。こうやってやってるから。で、大丈夫？大丈夫で。これでカレー作れば、こっちはカレー作れば。油をこうそいで、こう。ゴミ？ガーベージ。そうなんだ。で、これを、これもゴミ。油。そうなんです。邪魔だ。これロース？ロース。ほんと綺麗だ。生姜焼き。
いやー、すごいですね。何センチですか、これ。何よ。これ。3ミリぐらいじゃない？ 3 ミリ。トンカチだったらこれあげればいい。このままで、うん、でかいよ。違うよ、だからこのぐらい、トンカチだったらこのぐらい。これトンカツカットね。これトンカツよ。ポタツだけ、ポタツだけだから。これトンカツよ。これ柔らかいなの？これロースだもん。だいたいトンカツはロースだもん。柔らかい方でしょ？ロースかヒレ、うん。これこうちゃんとあれでしょ？うん。で、これトンカツの棒なんだ。オッケー。で、よし、綺麗な。あ、これゴミじゃん。これ。これはもう、これは、これは煮込み。煮込み？うん。アドボ。アドボね。うん、いやもう包丁切れねえ、油で。そんなあれなの？うん、これ違うじゃん。いや、ほんとだな。だからアドボだってこんなもんだろ。うん、え、そう、こんなもん。うん、シリガンでもできる。うん、サチの切り方で綺麗じゃん。え？シリガンでもできるね、これは。できる、うん。これだったら安いもんな。これで1.678円。うん、これは。どうしてもこれ切っちゃえば。あ、邪魔邪魔邪魔。うわ。やべ、これきっとこういうふうに線があるの、うん、硬いの、うん、だからそれを縦に切るの。そうすると、あの、あれがないの。うわ、すっげー薄いんですね。はベーコンみたいです。あ、ベーコンみたい。そうそうそう、油なんだ。そうだ、カメラなんかいいよ、やんなって。やるよ、だから。なんで？私、ちゃんとやるから。置いてみる。ママにも見せる。なんで？オーケー。やってるわけじゃ多いかな。うん？一回目の方が多いかな。あ、これがあれか。多分粘で入っちゃうと思う。コピが抜いて。邪魔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 。また邪魔邪魔。わーい。で、入れるの？これ、うん、ジップラック。そう。はい、これも。もっとでかいの？でかいの？でかいの？